はい、じゃあよろしくお願いします、えー。今回は小学生の社会、船がなくなったらどうなるのというテーマをやっていきます。で、ここから動画何本か使って、船に関する、これね、船。これに関する勉強していきますので、よかったら最後までお付き合いください。で、早速ね、ポイントの方から説明していくとこなんですが、穴埋めを作ってあります。6個ね。 なので、よかったら動画法でピッて止めてもらえると、この部分何入るかなーっていう、まあクイズみたいな感じもできますので、よかったらそっちもチャレンジしてみてください。では、早速ね、やっていきましょう。で、いつもはポイントからね、やっていくんですけど、ちょっともったいぶります。ちょっとごめんね。なんでかっていうと、この4番を埋めてからこっちを埋めたい。話の流れ的に。ではちょっとね、こう置いといてください。では、まずこのね、3行分、やっていくんですけど、日本。 日本の話ね。日本は資源が多くありません。多い国ではないんです。これ結構大事ですね。例えば、まあ、衣食住、まあ、洋服関係、食べるもの、住む、まあ、場所を作るためのものとかね。そういう材料になるもの、原料になるものとか、何かを作るための原料とかが取れないんですよ。日本は自分で。だから、ないから、でも必要じゃん。で、それを外国からのほにゃららで賄ってます。 何かっていうと、まあ外国から買ってね、持ってくる。それを、これ大事な言葉だから覚えてね。輸入と言います。輸入。いいかな。で、輸入で賄っていると。だから外国から買って持ってくることによって、日本は自分らで取れないから、それを使ってまあ生活していくと。で、その輸入するとき、外国から持ってくるときの方法が主に2つあります。2つ。で、それが、ホニャララを利用した 航空輸送とホニャーを利用した海上輸送があると。で、これはもう航空と海上っていう感じにさ、まあこっち空入ってるからね。空は何を使うかっていうと、まあ飛んでるやつね、ブーンと。飛行機でございます。ちょっと画数多いから待って。飛行機。で、こっちも海上。まあ海の上だからね。海上輸送。これが今回の 主役になってる船を利用した海上輸送がある。輸送って運ぶことね。だから空を使って運ぶ。まあ飛行機でね。空の輸送、運ぶのと海の上で運ぶ。これ二つがありますよと。で、これめちゃめちゃ余談なんですけど、えー、っと。これね、一歩の動画をね、サクッと短くしたいんで、あんまり余計なこと喋らない方がいいんですけど、せっかくなんでね、輸入っていう言葉を 今回覚えてもらった人は、こう、輸入。日本からあ、ごめん、外国から日本に持ってくることを、輸入ね、で、同じ言って漢字を使うんだけど、日本のものを外国の人にこう買ってもらうというか、運んでね、買ってもらって運ぶのを、輸入のところを出るの漢字に変えて、輸出と言います。一回、輸入と輸出。これセットで覚えておきましょう。ただ今回は輸入の話をしています。で、出よ。 ね。今回のポイント。日本の貿易量のほにゃららパーセントがこの船を利用した海上輸送です。ここでみんなにね、ちょっとイメージしてほしい。あまあ、考えてほしいというかね。このさ、飛行機を使ったシューッとね。飛行機を使って運んでるものと、船を使って運んでるもの。まあ、重さ単位で考えてほしいんだけど、どのぐらいのパーセンテージだと思う例えば50、50%と50%だったら同じぐらいだよね。さあ、どのぐらいか。 これがね、今回のテーマなんですけど、船を使った海上輸送。日本は99.6%が海上輸送です。つまり、まあこれ重さ単位よ。重さで考えた時に99.6%が船を使って日本は海上輸送してます。まあ輸入だったり輸出だったりっていう。これが結構知られてません。はい。<laughs> なんで、まあ一番今回知ってほしいのはここね。99.6%って。 つまりこれ円グラフ書いてるんですが、なんでこれ書いたかっていうと、一周で100%です。だからもうね、すんごい薄くしてこんな感じ。多分これもね、ちょっと行き過ぎなんだけど、ここの、ほとんどね、ほとんどが、えー、海上輸送です。で、このちょっとのところが航空輸送になってます。まあ、もちろんさ、飛行機っていうのは運べる重さがないよね。船っていっぱい重たいものも運べるから。 だからそういった意味でたくさん運べるっていうところもあるから、こっちがメインで使われてる。じゃあなんで飛行機も使うかっていうと、飛行機のメリット、いいところは、緊急の時、急ぎの時は飛行機です。速さは絶対あっちが勝てるからね。そういった意味でもちろん使い分けというかね、メリット、デメリットもあるんですけど、もうほとんどが船に頼ってる。いい。これをぜひ覚えてください。ちなみに99.6%はね、こう船なわけですよ。海上輸送ね。ちなみにどのぐらいの重さか。 どのぐらいの重さかっていうと、これ、もうね、調べた時意味わからなかったんだけど、想像ができなくて。え、8億トンです <laughs>。わからない。え <laughs>、もう、想像できない。8億トン、これ、日本、1年間で、運んでます。そのぐらい頼ってるの。日本は海上輸送にね。だから、もしだよ、もし日本から船がパッて何かの魔法で消えてしまったとするじゃん。そしたらどうなるか。 で、これは5番に関してはいろんな答えの入れ方があります。ほにゃららのほにゃららってあると思うから、自分が書いたものとみんなの答えがみんなも合ってるんだけどってこともあるかもしれないけど、1個ね、紹介したいのは、例えば、みんなの近所にあるさ、コンビニエンスストアとかスーパーでもいいです。まずお店の商品ほとんどなくなってしまいます。なくなる。だって99.6%運んでんだから日本に。 なくなっちゃうし、あとは、ほにゃららやガスも使えなくなる。例えば何かっていうと、電気やガスも使えなくなってしまいます。で、これはですね、昔私塾講師やってまして、小学生にも教えてたんですけど、結構こういう話をすると、ええー、って言われます。特にこっち。こっちはね、なんとなく物運んでこれないから、そうだよねって言うんだけど、こっちです。関係なくないみたいな。 で実は、この電気を作るため、ガスを作るためのエネルギー源になると、エネルギーの元も輸入してるんです、日本って。取れないから、資源が。だから、それが入ってこなくなったら、もちろん、ここも使えなくなっちゃうよっていうことが、船がなくなったらどうなるっていうと、こういうことが起きます。 いいかなっていうのを今回ね、まあ、一本目の動画でぜひ覚えてほしいなと思ってやらせていただきました。で、最後に、まあ、これ教科書によってはね、書いてあるんだけど、家にあるものがどこで作られたか見てみようということで、まあ、みんなが身近に持ってるものとかでもいいです。例えばね、ちょっとあの、見せられないんですけど、私今着てる服が、こうタグっていうのがさ、え見えるかなちょっと見えるかなこういうタグってあるじゃんこういう服の中にね。このタグに、えっ、ー、と、どこで作られたかっていうのがよく書いてあります。 で、日本語で書いてあるのもあるんですが、だいたいメイドインホニャララっていう英語で書いてあるので、もしね、わからない方は、えっ、ー、と、ご家族の方とか先生に聞いてもらえたらいいんですけど、ちなみに私が着てるこの服、これメイドインベトナムです。つまり、ベトナムで作られて運ばれてきました。だから、それが船がなくなったら、もちろんね、時間をかければ、まあ、と違う形で送ってくることもできることになるかもしれない。でもきっとこれ着れないんですよ、もう。ないから。なくなっちゃう。 って感じで、みんなが身近に持ってるものも、日本じゃないところから作られて運ばれているものがたくさんありますので、ぜひね、家にあるもので、あの、メイドインどこかっていうのをチェックしてみてください。では、え今回はね、一本目ということで、船がなくなったらどうなるのという内容をやらせていただきました。で、次回はね、じゃ実際に、どういうものがどのくらい日本に運ばれてくるのか。 ね。ういうのを、えっ、ー、と、いっぱいデータで、こう、この何%、パーセント何パーセントこういうのも運ばれてんだよっていうのをね、やっていきますので、よかったらそちらの方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。